こんにちは。今回は神奈川県箱根町仙石原にある箱根ガラスの森美術館に行きました。状況を動画にしましたので、これから行く人への一助となれば幸いです。箱根ガラスの森美術館は神奈川県箱根町仙石原に所在するベネチアングラスの美術館です。箱根湯本駅から車で25分程度です。箱根登山バスのバス停も近くにあります。さて、到着しました。ガラスの森美術館、駐車場がすぐ横にあり、駐車場料金は300円でした。入場料は大人1800円ですが、ホームページに割引券がついています。中に入ると別世界です。木々に吊るされたガラスがキラキラ輝いています。少し園内の様子を紹介します。光の回廊です。ガラスに光が反射して輝いています。ベネチアングラス美術館です。ベネチアングラスの歴史が学べるほか、美しい伝統工芸品を鑑賞できます。現代ガラス美術館もあります。どのように制作されているのか、不思議で美しいガラス美術品を鑑賞できます。その奥にはガラス工芸品を購入できるショップがあります。ここで購入したガラス工芸品はお土産として絶対に喜ばれます。園に出ると体験工房がありました。この工房ではサンドブラストでグラスに好きな絵を描くようです。川辺の散歩コースを歩いてみました。不思議なオブジェもあります。さて、お腹が減ったのでレストランでランチを食べます。大きなガラス窓がある開放的なお店です。ランチメニューですが、ローストビーフにパスタ。コース料理にサラダ、デザート。店内の様子です。タイミングが合えば、ピアノの生演奏が聞けるようです。料理が来ました。まずスープです。次にグリッシーニが来ました。スティック状のパンです。特選牛ローストビーフです。写真より分厚い。こちらは特選牛ボロネーゼです。ローストビーフとパスタにはパンがつきました。こっちはローストポークサンドです。これで箱根ガラスの森美術館の紹介動画は終わりです。いかがだったでしょうか。キラキラ輝く木々や不思議な形状のガラス美術品など、初めて見るものが多く、とても楽しめました。珍しいガラス工芸品もお土産にできたし、とても満足です。